皆さん、こんにちは。AKB48 の14期生として活躍していた内山夏樹さん。日本国憲法全文の暗唱が特技とし、憲法アイドルとして有名だった内山さんは、アイドル活動と並行して経大経済学部で勉学に励み、2014年には初著書「憲法主義条文には書かれていない本質」を出版するなど博識な人です。そんな内山夏樹さん、2016年2月にグループを卒業されていますが、現在はどのように過ごされているのでしょうか。今回は内山夏樹さんがどんな人物だったのか振り返りながら、現在の生活について調査してみました。ぜひ最後までご覧ください。2012年5月13日に行われた AKB48 第14期研究生オーディションで合格し、同年8月24日の東京ドーム公演で正規メンバーとなった内山夏樹さん。その後、内山さんは2013年8月に新しく結成されたチーム4に昇格。同年11月3日に AKB48 劇場にて峯岸チーム4手をつなぎながら初日公演を迎え、新体制としての活動を開始。2014年2月の AKB48 グループシャッフルによってチーム B に移動となっています。そんな内山さんといえば、2013年6月に東京日本武道館で行われた AKB48 グループ研究生コンサートで特技として日本国憲法を暗唱して憲法アイドルとして話題を呼びました。高校時代に授業で習ったことがきっかけで憲法に興味を持ち、暗唱できるようになってしまったんだそうです。ものすごい記憶力ですよね。また社会問題にも興味関心を持っており、新聞を購読するのが習慣とも話していました。そして現役大学生ということでも話題を呼んでいた内山さん、大学はあの慶応義塾大学の経済学部、出身高校は慶応義塾湘南藤沢高等部だそうで、偏差値72の超名門校として知られています。中高一貫校で、高校卒業後は原則として慶応義塾大学のいずれかの学部に推薦入学するようになっています。内山さんは中学受験で入学し、6年間在籍していました。エスカレーター式で慶応大学に入学できるため、慶応義塾湘南藤沢中等部もかなりの難易度を誇ります。そんな難関校に合格できたのですから、小学校の頃も成績優秀な子だったのでしょうね。遊びたい盛りの年齢だと思いますが、一生懸命努力を重ねて目標をクリアする姿勢にはすごいとしか言いようがありません。学業とアイドル活動を両立させるという努力を惜しまない姿勢が多くのファンから支持されました。そんな知性派アイドルとして活躍していた内山さんは2016年2月にグループを卒業しています。東京秋葉原の AKB48 劇場で行われたジャーナリスト田原総一郎氏考案のどうなるどうする AKB48 公演で卒業を発表した内山さん。公演終了間際に内山さんは AKB48 を卒業することに決めましたと涙声で発表。私が目指している夢は AKB48 にいることが必ずしも近道にならないかなって思うようになったからです、などと理由を説明すると、ステージ上のメンバーも涙を拭いました。第6回 AKB48 選抜総選挙で63位となり、一票一票が本当に嬉しいです。総選挙で壇上に上がることが AKB に入ってからずっと目標でした。だから本当に幸せです、とファンに感謝していた内山さん。第7回選抜総選挙では39位と躍進してネクストガールズ入りを果たしていました。そんな人気が上昇してきた矢先の卒業発表だっただけに、ファンからは驚きの声が上がっていました。また内山さんのことを尊敬していると公言していた元メンバー滝田佳代子さんは、卒業発表を目の当たりにしてショックで涙が止まらなかったそうです。終演後に内山さんが更新した
Google プラスでは、私にとっては突然とか一時の思いで決めた卒業ではありません。たくさん悩んで、尊敬する先輩や頼りにしているスタッフさん、そしてずっと私を知っている親友、両親にたくさん相談して、そして最後は自分で決めましたと経緯を明かしていました。内山さんが卒業理由に挙げていた夢については詳しく語られていませんでしたが、現在はその夢を叶えて過ごされているのでしょうか。調べてみると、内山さんは現在大手広告会社でコピーライターやアクティベーションプラナーとして様々な企画の制作に従事しているそうです。アイドル時代に自然と培った精神で誰かの面白いを追求しているんだとか。今広告業界にいるからこそより実感することがあるという内山さんは、13年8月に発表された峯岸チーム4の結成の時に見開きの新聞広告が出たり、選抜総選挙の時も全メンバー紹介企画もありましたよね。当時はよく分かっていなかったんですけど、秋元先生の考えられることや仕掛けはすごいという話によくなるんですと語っていました。他にも当時のユーハ味覚糖のソフトキャンディで10年から AKB48 が CM キャラクターを務めていたプッチョでは、 AKB メンバーが AKB48 チョというキャラクターになっていたり、10年からカゴメ野菜1日これ1本の CM 企画として結成された限定ユニット野菜シスターズがオリジナル楽曲をリリースしたりなど、いろいろな企画が誕生していたことに AKB48 が面白かったと語る内山さん。総選挙とかシングル選抜に入るということが指標の一つになることもあると思うんですけど、それだけじゃない個性を持っていることが将来きっと役に立つよというのは、今頑張っているメンバーにも感じてもらえたらとすごく思っています。内山さんは大学2年生だった2016年にグループを卒業されました。その後一時学生キャスターのバイトなども経験したそうですが、芸能界は引退、就活をする中で、そもそも学生の頃は文化祭とかが好きだったし、 AKB48 での活動でも例えば握手会のレーンの飾り付けをしてみたり、コンセプトを作ったり、企画っぽいことをやるのが好きだったということに気づいて大手広告会社に就職したとのことです。入社した時からクリエイティブ志望だった内山さんは、コピーライターは理想を追いかけられる仕事と感じ、コピーライター職に配属してもらったそうです。この仕事はこれをやるべきだと思ったことを実現していける仕事でもあるんだとか。そしてアイドル時代に自然と身についていた目立ってやろう精神みたいな部分は今に生かされているとのこと。企画を出す時も周りとは違う案を持っていこうとか、やったもん勝ち、失敗したら下でその時だというような攻めの姿勢や精神的な部分は AKB48 で教わったことが多いそうです。また内山さんはコピーライターだけでなく、アクティベーションプラナーとしての顔も持っています。アクティベーションプラナーとは企画を作る仕事。内山さんはアイドルの時は握手会や劇場公演と自分が直接会える範囲で、さらにお金を払ってもらった状態で喜ばせることしかできなかったんですけど、広告の仕事は私が作ったものに出会ってくれた人全員の気持ちを動かせるかもしれないですし、自分がいなくなっても残り続けるかもしれません。誰かをハッピーにしたいという思いはアイドル時代と変わらないんですけど、そういう自分のポリシーを表現できる幅が広がっていると感じられて、それもやりがいですと語りました。アイドル時代も SNS などの発信を含めてファンを元気にしてきた内山さん、今後の目標についてはこう話しています。世の中が楽しんでくれることをとにかくたくさんやってみたいという思いがどんどん大きくなっていて、巻き込まれる人が大きくなっていったらと思っています。夢はそれこそ江口愛美を作ること。
江口あゆみとは、11年に江崎グリコ、アイスの実の CM に登場した CG キャラクター。当初は週刊プレイボーイのグラビアで新メンバーとして紹介される仕掛けで、後に前田敦子さんや大島優子さんらメンバー6人の顔の一部を集めて作られたキャラクターであることが明かされました。江口あゆみの声を吹き込んだ佐々木ゆかりさんがコンサートで本人に扮して登場し、 CM 曲アイスの口づけを披露したというエピソードもありました。内山さんは、一緒に面白いことをやりましょうって思ってもらえるような人になっていきたいと思います。そこに自分の大好きな AKB48 もそうですし、今まで出会ったいろいろな人を巻き込めたらもっといいなと思います。その輪を広げていきたいなというのが夢ですね、と素敵な目標を語っています。いかがでしたか？アイドル卒業後も自身の目標に向かって邁進し続けている内山さん、これからの活躍も応援していきたいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。